川面をのんびり進むイカダのような乗り物。これは一体？名古屋の堀川をぷかぷかと遊覧。実はこれイカダじゃないんです。その名も海どこロボット。床下には制御システムとバッテリーを搭載し、コントローラーを使って操縦する新しいモビリティです。その動きは独特で、ぐるーっと360度回転だってできちゃいます。秘密はスラスターと呼ばれるこのスクリュー。この海どこロボットに関しましては4つのスラスターを使ってます。斜めに全て配置されておりまして、前後左右にそれぞれの回転を変えることによって進むことができると。一般的な船は船体の後ろに向かってスクリューがついているので、前後にしか推進力が得られません。ところがこれは四隅のスクリューで自由自在、まさに水の上のドローンなんです。さらにGPS というものがございまして、それで衛星からの電波で現在位置を測位して、あらかじめ設定してあるルートに沿って進むということをやっております。 GPS で現在位置を把握しているので、あらかじめルートを入力しておけば自動運転も可能です。竹中工務店など民間企業が共同開発した未来の水上モビリティ。そのボディは全て木材でできています。川の運河も木を運ぶ道だった。昔貯木場は水面に丸太を浮かべておりましたので、もう一回水辺に木を取り戻そうっていうところを考えました。さらに木でできているからこそできる工夫もいっぱい。例えばこちらのホゾ、釘を使わずに組み上げる宮大工の技術です。木だと簡単に組んだり外したりっていうのができるので、その時の接合部として大工の知恵を使ったりしています。2025年の大阪・関西万博での実用化を目指して実証実験を続けている海どこロボット。将来的には水上コンサートのステージや水上レストランなど幅広い活用が期待されています。いろいろなこう日本の都市の街中に海どこロボットが浮かんでいて、でもその都市ごとに違うパターンで海どこロボットが使われている、そんな社会がすごく楽しみだな。次回、ロボットテクノロジーが農業を救う？